ラットです。今日はこちらトリプルエリクサートーナメントやっていきます。さあこちらね、開幕からエリクサーが3倍で始まるっていう特殊なモードの大会なんですけども、こちらのね今日はおすすめ紹介していきます。で15勝ぐらいまでね、あの報酬無料もありますし、一応ね MF 使ってもらえる報酬もあるんで、まあ、ぜひ15を目指して、はい、あとはね15勝は余裕って方は、まあ世界1位目指して、はい、やってみてください。というわけでおすすめデッキはこちらキョロイです。はい、まあなんかいろいろ強いデッキはあるんですよ。ラバデッキだったり、まああとゴブリンドリルとか、まあスケラとか、まあ結構ねエリクサーがいっぱいある状況にはなるので、まあ重量級を対策したデッキだったり重量級が強いみたいな感じなんですけど、まあ最近なんだかんだキョロイが強いイメージがあります。はい、前回のねトリプルエリクサーもそんなはっきりと覚えてないんですけど、まあキョロイが多かった強かったイメージはあります。はい、なのでキョロイです。はい、まあ、基本的になんか形組んでけば結構楽に勝てるイメージあるんで、ぬるっとね形組んでいこう。で今回相手コカッちゃんか。で基本的にはまあ両サイズ攻めたいかもね、俺のというかこのキョスケロイジャイデッキは。よいしょ。さあでまあ両サイなんかもゆっくりキョスケヒーラーマザネクトリトンみたいな感じで散りばめていくのが強いけど、相手の方がすごいデッキだな。相手はまあ枯渇なんだけど、まあ、ディガーも入ってるみたいなね感じだよね。まあ俺は攻めたいな。進化スケとかあるとめんどくはなるが、さあもうね形を組むのが大事。進化テスラね、強すぎんそれやばい。でもこのモードだとあのダガーも選べるんですよね。ダガーがある。そんなのでできるだけダガー採用してください。ダガー採用して、まああとはなんか形組んでお祈りかな。これ引っ張れそうでかっ。いやちょっと強いな。でもヒーラーがね、ヒーラーいるそのこの時はもちろんパクったデッキなんですけど、世界一覚えてね。で、まあ何戦かあったんですよ、別のアカウントとかも含めて。で、いや、マジ強かったんだよ、もうなんか、ヒーラーがね、なんでヒーラーなんて感じなんですけど、よいしょ。このヒーラーがいいんですよ、と。謎ヒーラーがね、はい。無限回復で、相手のダガーが寝てる間にトリトンじゃねえよ、ヒーラーで回復して、ロイジェイが一生生きるみたいな、はい、戦術ですね。なんかちょっと怖い気もしたけど、まあ、コツは、まあ、両サイドっていう意識かな。呪文が今回ヤナメだけなんですけど、ヤナメだけでも進化ロケット砲士や、まあ、進化アーチャーをしばくことができるんですよ。なのでなんかヤナメレイジみたいな呪文が2個なくても結構戦いやすいかなっていうイメージありますね。よいしょ。今まではねさすがに呪文2個、まあ、ないとやっていくのちょっと大変じゃねえかみたいなとこもあったが、今回はそんなこともないと。で、これファイアボ使ったらマザンク最強だな。まんま。まんま応援名するよ。で、まあ、キョスケを回復してもいいし、まあ、なんでもいいな。で、もうロイジャイ、なんかロイジャイ、いるんですけど、このデッキ。いらないみたいな、とかあります、正直。まあ、余裕あったら出してもいいんですけど、なんか普通にキョスケヒーラー、マザネクトリトンみたいなんで、こんな感じで攻めれることが多々あります。はい、でマザネクも残って、でなんか呪文でねそのファイボとかで一掃されないように、おお、ユニットの位置をねちょっと開けとくのも大事かも。ユニットとユニットの距離感、はい、ユニット同士は仲悪いって覚えていてください。よいしょ。やばい、なんか嘘みてえな数いんな。えっえっ、いた。まあまあでも本当にキョスケ、ヒーラーとか、この辺形組んどけば、なんとかなると思ったんですけど、ウィザード来たんで話が変わりそう。さあ、ガーディアン。で、今度早めに引っ張って、しばく、キョスケ歩いて、ウィザードに爆破を届けてほしい。よいしょ。なんか、あれ？いや、大丈夫ですよ。はい。まあまあ。ファイブ打たれる、コウモリがある。さあ耐えながら、こっからのね、あのウィザードマジ引っ張れたら天国なんだよな。ヒーラー落としてあげたいな。回復したい。オッケーオッケー。なんかヒーラーがね、結構地味強な。
ほんまにヒーラーなんですかっていうコメント絶対来るんだよな、これ。本当にヒーラーいるんですか、このデッキってなるんですけど、いるんですよね。なんかね、勝手に事故ってくれるんで、それがまた強い。どんどん強すぎる、君。君は君で強すぎる。さあ、ヒーラーの回復がある。まあ、一応守るか。クラウンがね、残ってる方が。最終順位ね、1位を目指す上では重要にはなる。3から降りたいな、せっかくなら。おい20秒ね、急げ急げ急げ。おい、さあ気づけばユニットがね、こんな感じで溜まってきます。まあダガーガールも分かんない、最初の数戦は多分プリンセスタワーも多いんですけど、多分変えれることを知らないプレイヤーが多い。はい、あのデッキ変更画面ですね、開くか。デッキ変更画面からタワーを変えれますんで、まあ、ここね、このデッキいじると思うんですけど、この右下ね、はい、ここで、タワー選べますんで、まあ、ダガー一択じゃないかなと思います。はい、ダガーにして、やれば、このね、こんな感じで、まあ、敵もダガーなんですけど、結構、強スケでダガー眠らしてロイジェでぶっ刺す。やってることはシンプルなんですけど、強いです。で、はい、ラバも結構います。いるんですけど、対空3枚で柳目持ちなんで、私意外とこう、はい、あの頭悪い攻めしてください。グラロアって頭悪いやつが強いです、実は。うん、でこの辺はもう適当にね守ればいいんで、なんかこれキョロイだけで止まんないんですからね。でまあ適当にユニット配置して、でこれ左側でこれでまあ守れるやん、多分。で守りながらのその右側もね、このまま自然カウンターがなあるんですよと思ったら、なんかやられてんな。ちょっと怖いね、豚がいるね。いいね。でまあキョスケはババにね弱いんですけど、意外と頑張れそう。でバルキリー咲いたんで右側どうやって守んのみたいな感じのね。さあでもガンガンいっちゃおうか。マーサネクいるんでね、最強で、マザネクがあれ頑張れたら結構強くて、いや待つ、しかもヒーラーもあるんだよこれ、無限回復。さあロイジャー生きてる。さあこれが止まりませんよねの方、まあ、あの頭悪くなってください。タイラバには、うん、タイラバには頑張って守ろうとかそんなのいらないです。はい、もう今日スケロイジャーでヒーラートリトンマザネク、まあ、なんならコウモリとか結構ゴリゴリいっていいですね。で俺あんま考えないんで、初手からはい気をつけとか出しちゃいます。でポイズン打たれても、まあ、ヒーラーで回復できるしみたいな、あんまユニット固めすぎたらちょっともったいないん でこんな感じで逆サイも視野に入れながらユニットをね、なんか全体に配置していくのが強いと思ってます。はい、いやこれ糸プリが働けで配置したことによってこの左サイドもね狙っていけるよと、これ大事ね、このユニット配置で。これだけでもワンチャン刺さりそうだが、お最強リトプリいる、ヒーロー伝名してあげて。あー残ったら最強だったけどなー、てか左のあれ入ってるんで。さあまんまん好き放題やっちゃって、豚になっちゃってこんにちは。で進化ロケコがね柳雨で飛ぶんですよ、これだからね、このモード今回呪文が柳雨だけでいいです。はい、で気づいたらユニットがいっぱい残ってきて、はじめましてロイジャイみたいなね。私ロイジャイこれロイジャイじゃなくても強そうなんですけど、まあロイでも強いかっていう感じだな。かわいそうだもんな、なんか強すぎる正直強すぎてしまうロイがある。キョスケヒーラーリトプリマザネク、この辺がいいっすね。なんかコウモリとかはね、コウモリじゃなくてもまあいいんですけど、まあそんなこと言ったらキリないんでまあちょっと対空に弱いかもなんで、コウモリぐらいがいいかも。さあペッカね、でペッカとかはね、まあ見て分かる通りきついじゃないですか、なので頭悪くなった方がいい頭悪くなって考えた方がいいな。でさすがにもう攻めて、もう本当に攻めをね第一に考えた方がいい。でライドラがこっち来るとかめんどくさいんだよ、だから全部来たよ。えそんなことあんの好きすぎるだろ、うん、なんかまずいな。
まあでもこういうの大事なのはトリトン、トリトンで引っ張ってトリトンを延命して芝く。ジョスケの爆破で死にそうだな。このトリトンいらんかったな。なんかなんなら救っちゃったみたいな。でライドラあるとその今みたいな感じで結構めんどいと思うんですよ。なので基本的になんだろうな、あんま真っ向勝負したくないな。右行って左行って右行って左行ってを繰り返したい。ヒーラーなんか時間稼ぎすぎ。右行って左行ってで自陣でなんか回収みたいなのが理想ではあるな。ごめんトリトン、ごめん、ごめん、痛いよね、ごめんねごめんね、感情がユニット思いなもんで。さよなら、消えろ。よいしょ。ねえ、インフの竹も取りたかったりするが、なんかやりにくいな、相手タンクタンクタンクや、タンクタンクタンクやしさ、ライドラおるしさ、マジライドラがおるとめんどいんですけど、まあ冷静にね戦うのも大事。ヒーラーこっち来い、回復役、ナイスヒーラー。でこれヒーラー、お豚が、待って豚がね、これインフの竹取れるの熱い。さあからの、まあ、右も左もどっこいしあるね。いやきつそう、なんかヒーラー事故るぞ絶対。いやー事故ったのは京介でしたと。さあロケ砲は2秒で溶かす。いやえなんか2ヒーラー、え2ヒーラーでピックぶっ通したぞ、そんなことあんのか。で俺はまあキング欲しいんで、まあこっちも守りはするが本命はこっちですよと。そのインフやばい。いや無理やり突破、グラウンをよこしなさい私に、オッケーオッケーみたいな感じの、いや両サイ組み立てだな、そこだけ覚えとってほしいな。まあキョスケロイジャイなんで片サイド組めば強いんですけども、ですけどもなんですよ、トリプルエリクサーなんでね、そこはまたちょっと別。右にも左にもユニット出して両サイを常にプレッシャー与えるっていうのが大事な気がしてます。でまあこういうのはラバっぽいよね。まあポイズン使って次ライトニング打たれなきゃいいがみたいな。依頼神、おい。でここはまあ頭悪くなった方がいいね一旦。でコウモリで一瞬竹取って、あヒーラー、でもヒーラーが寝てる、やばい。さあまあこれいかに頭悪くなれるかの試合な気がしてます。やべ流れが悪い、待ってやばい、マジ流れ悪い、激悪です。ボイライトババね、左行くわ、ブライアン、インダルとかは別にどうでもいいんですけど、ボイライトね、いやこれでいい、使わしました。ぶっ飛ばす、いいね。マザネク残ってんのちょっと熱いな。いや流れが良くなったな、これも一回ゆっくりだな。えマジ頑張りすぎじゃね、キョスケの爆破ある、これいやでかい、相手ビビってライトニングしてる、でかい。さあ流れが良くなったね、やっぱね攻めてるのが強えな。さっきからなんか攻められたらさ苦しかったやんみたいな、こっちが攻めちゃう。もういっちゃ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 う、マジやばい、これハツマキが、あると思うやん。
え終わったー。来た。はい、弱点かね、知りました、知ることができました。8分で負けたな。なんだこれ、ラバーポイライヤか。あー結局結局強かったんかよっていう。まあトリプルエリクサーのね、はい、トップデッキのうちの一つか。いやボンバーがちょっとうざかったな。ボンバーか、いやもう一回やったら、何回かやったら勝てそう。ボンバーがねいい味出してたな。なんか墓石とかさ縦線とかだったら程よく豚になってくれるんですけどね、相手が豚になってくれなかった。まあそういうこともありますかと。いやいっぱいいてえなはい、基本的にもう形組むだけなんで。弱点を知ることもまあ大事でしょう。さあもういっちゃおうぜ。でガーディアンまで行きたい正直これ。おいからの、あれもスムーブなってない、左も見える、この状況での左プッシュ。いやだからやっぱどう考えても強いんだよなほらこうなるね。いやさっきの相手がマジでうまかったな、ポイズンライトの呪文の使い方とかが。よいしょ、で基本こうなります、もう止まらない。テスラもリトプリもキョスケもあっても止まらないみたいなのが、いや基本やね。だからババだな、ババの突破を、まあ、しっかりキョスケヒーラー攻めやなめまで打って、やっぱ頭悪くなんなきゃいけないね真面目だとダメです。さえいけいけいけっつって、頑張れ頑張れ頑張れっつって、まあ、形の資金で組んだ方が強いですね。はい、すごいに来たな、応急しちゃおう。ユニットで、いやポイズン当たってないとかヒーラーあるわ、助けよう、トリトン俺がお前を。え、枯渇ね。さあまああんま考えずに行くのも大事。いやーちょっと強いな。え、バカあるよ、あ強い。これさマジ豚にしたい豚にしたいがためのマサネク。いやこれ棒ポイはんだけさ、相手止まるんこれ。え、棒ポイはんだけさ、いやーマジそれ強すぎる。いや進化テストマジ強いな、嘘みてえな嘘みてえな強さしてるがさ、こっちにはヒーラーがある。一生生き生きタイム来てる、ヒーラーの回復で、ここの回復やばい、ちょっと強くないこれ。さあやってることはエリゴレ、いやエリゴレやん俺エリゴレねえのにエリゴレ使ってる気分になれるぞ、やばい一撃。マザネコ欲しいな。さあ、あとは行くだけ。ほんとやってることエリゴレや。まあでもエリゴレ使うぐらいならこっち使えっていうね。でもエリゴレにも戦えるとか、エリゴレの上位互換のエリロイ、ロイ J です。まあラバがきちいことだけは分かったな。まあきついって言ってもな、それまで負けてなかったんだよな。あやつがうめえだけ。お、さあまあこういうのはスケラデッキとかでよくあるよな。めっちゃスケラっぽいよ。これの引っ張りたい、あの遠距離のあの子の引っ張れたらもう勝ち。いいねいいね。これ近畿もワンチャン。これスケラ来てもマザネかるんだな、まあ、そんなコストがねえか。キンキできんじゃね、えら。いやまあ多分スケラですね、一応スケラじゃない可能性もあるっちゃあるんですけど、見た目がものすごいスケラではある。でトリトンで引っ張れたら勝ちなんだ。これ左側相手のダガー寝てるんで、これヒーラー落とせたりしたらな、強かったけどな。いやー結構いい防衛されましたねこれに関しては。卵壊したい。いやマジこれに関しては本当にいい防衛された。
で、まあフリーズ、あ、ポイズンか。これでもさ、なんか救えそうじゃね。人命救助の鬼回復できそう。なんかまあ一生両サイなんかちまちましときゃ相手きつそうじゃね。シンクテスラがめんどいな。ああいうのも引っ張りたかったけどな、ちょうどトリトンがなかったんだよな。さあまあ流れは一生俺になってくれればいいな。トリトン、マジトリトンが重要すぎるこのゲーム。トリトン1枚で全てが決まる。本当にね、本当にそう。いやーなんかちょっと危ないな。ポイズンっていうかフリーズを持ってるパターンもねあるんだよな。ね、ガイモ。さあまあ私はこっから組み立てていきたいね。あれ強えな。マジ喋る余裕がねえ。テスラが強えんだ。テスラがあれ射抜きたい、引っ張りたい。イーラーで回復して、ヒー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 、やばすぎるこの橋前対決。やつい。いやこれで行くのは右です。だからロイジー引っ張ってもらってもよかったが、なんか怖っ。攻めちゃおう。守んの嫌すぎてこの状況。いやマジでいつなんか事故ってもおかしくない状況にはいるが、耐えてはいる。いやーこれ右側止まんないんじゃね。願望止まんないでください。やつトレン使うね。トレン使った後のマジで硬い。硬すぎてやばい。いやーでもあとマジでちょっと負け筋はなんだ。足前止めちゃう。ママお時間ですよ。やばいやばいやばい、ボーラル石か。いやーまずいか。マスケラーも絶対強いんでね、そこに対してのさ、このマザネクが刺さっていきますよと。まあテスラ、トルネ、進化バルキリーか。なんかタワー1本折れなかったことが悔しい、悔しいけど、まあまあまあ勝っちゃええやろと。防衛硬かったな相手ね。よう削った方か。今みたいな相手はね、本当に片サイドだけ行ってたら終わる気がするな。よいしょ。テスラお、ウォールブレイカーとか来る未来もある。抑えちゃおう。これ左だね。ファルチ裂いたね。うっとりで引っ張るね。トリネあんのかなこれワンチャン。だからこれトリトン。左も頑張れそう。右か。これ豚にしてあげる？うわぁ。いてぇ。で、これ右も相手してうざい。右も左もうざい。トリネ使った。トリネ使った後のコウムリは強いが、なんかもっと強いやつ来た。ぶっ飛ぶ。ドリル防衛、豚になって、こんにちは。ほい。良すぎる。ヒーラー入れとくか。デリバリーか。トルネからか。
回復うい、うい、いやー強い。さあで、お攻めなんか適当で、防衛も適当でヒーラーが回復するんで行ってあげて。いやこれもう一回ヒーラーだ。おかわり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 、やばい、もう強すぎる。それデリ落としたら大盛りも追加して、マザネクも追加して、相手がこんなドリルで頑張ろうとしてる中で俺は頭を突っ込むだけ。よしよしよし止まんねえよな、止まりませんよね。これだって止まられたらね、勝てないもんな。さあ初手京介もちょっとどうなのかと思ってき始めた気もするが、関係ない関係ない。さらばね、まあポイライト系ね。どうなんだ、一旦のバカで飛ぶんで。まあポイライトラバー、まあ、さっき当たったっすね。まあ多そう。進化ボンバーだ。いやーこのロイが下手なんだろうな、多分。どう考えてもね、みんな思いますよね。そう、あーこのロイジェ下手なんだなーって。意外とラットってロイジェの出すタイミング終わってんだなーってなるよね。やめてやめてね、そういうのやめてよー。いやまあ攻めまくってから、後からなんかこのマザネクとかで適当に回収がやっぱ強いんだよね。でも回復できる、熱っ。なんでやねん、サボんなよ。飛来心スロー、やば、やべ、追いつかれそう。おキングなんか攻めたら勝てそうじゃね。これ守ってばっかなのがさっきからこれ良くないんですよね。なんかこんな感じのこと言ってたな。守ってばっかだからこうなりましたと。だから攻めますと。でババン来ますと。え、これでもバブ回ります。キングって適当で攻めれるよ。いや、インドラもバボも使った。こういうことか。あー意外とババインドが強え。危ねえ。なんかこの一回守りに入ったらずっと相手のやりたいようにやられちゃう。というわけでこちら京介ロイジェね、皆さん使ってみてください。まあ対ラバーはね、はい、行かれるぐらい攻めましょう。ではお疲れ様でした。またね。